それが6月21日に昨年できた子ども原発事故子ども被災者支援法という法律です。で本当にこの法律は、まあ、本当に私が自分がやっぱ体験してきたから感じているのは、やっぱりこの裁判をやらなくても被害者の人たちが本当に救済される、本当に医療費がこう医療が受けられたりとか、医療費の減免が受けられたりとか、それから健康診断も受けられたりとか、それからこの中にですね、チェルノブイリ法の中にあったこの避難の権利というものもしっかり盛り込んで、本当にこの法律は時間がかかってしまったんですが、本当に早く、やっぱり一日も早くこの子どもたちを救いたいという思いでこの法律を作ってきました。はい、専門家は大体被害者を敵に回るっていうのは歴史が示してるんですけど、今回そういったその安全を守るための本当の正しい科学者っていう、そういう人たちがね、なかなかこう力を発揮できないっていうのがあるんですけど、その辺はどうやっていったらいいんですかね。今だからやっぱりその情報を実はもう本当に専門家よりもお母さんたちの方がよく知ってるわけですよ。で、作られた安全論っていう本が今出てますけども、やっぱ本当にその科学者って言われていて政府にお墨付きもらってるような御用学者みたいな人たちというのは、まあ、どっちがお墨付き与えているかってあるんですけども、やっぱ御用学者がやっぱり力持っちゃうと、やっぱ本当に真実がやっぱ伝わってこないんですよね。そうです、科学じゃないですよね。科学じゃないんです、もう政治的なもう意見でしかないので、本当にいろんな場面で日本の審議会っていうところが結局政府のやることにお墨付きを与えるための学者、復興支援道路っていうのがこれからできるそうです。相馬に向けてそんなもの今必要なんでしょうか。そんな金があるんだったらどうして転校するかしないかで10歳の子供が悩んだりだとか、みんなの前で涙をこらえて挨拶をしなきゃいけないんでしょうか。支援法が去年6月にできたっていう話がありますけれど、じゃあその男の子はどうして守られないんでしょうか。おかしくないですか。僕はもうふざけんなと思いますね。何が支援法だと、何が市民の声だと。今日こうしてる間にも福島の子どもたちは放射線を浴びてる。全国各地でやれるってことなんですよ。全国 の、 お医者さん、これ見てるお医者さん、東京でもそうですし、保険適用をしてぜひ甲状腺の検査をね、ガンガンこう始めてほしいっていう感じ。じゃあ今のままでいいのかと、福島に子どもを置きっぱなしでいいのかと。最大のベラルーシ視察のポイントは国を挙げて保養してるってことですよ。全部の子どもたちが無料で24日間保養施設を利用できる。で、福島市長にある人がその報告会で市民が質問しました。もうよくわかりました。保養が素晴らしいのはよくわかりました。じゃあ福島市長、それはやってくれるんですか？それには彼は答えなかった。やっぱりいかに子どもたちを少しでも福島から外に出して、やっぱり少しでも排泄させるかと。いうのがやっぱり大事だと思うんですよね。